われは基本的に3級の場合はこの左から右に流れていきます。ですから最初勉強を始めた、これを導入と言います。導入部のところから始まって右側に行くとまとめになりますから、この流れがスクリーンで見えるようになります。ですからこのスクリーン自体を学習者の大脳と思って大切に使います。そういう意味で皆さん方のノートも左から右を折っていくと、日本語を教えようとすると言葉の意味を説明するスタイルの先生になってしまいます。そうすると今日帰ったらぜひ見てください。どの辞書でもいいから、何千語収録されてるか何万語収録されてるかをまず語数を見てください。その時日本語すなわち言葉を教える先生になったらどのぐらいの時間が必要かということが分かります。膨大な語彙数があります。それを教えようという姿勢で外国人に臨んだ場合、あっという間に年取ってしまいます。気づいたらおばあさんになってしまいます。でも生徒はビザの関係があるためにそんなに長くはいません。せいぜいいても国内であれば2年、海外に行くと我々の労働ビザの範囲は最長で3年で帰国します。それを考えた時、言葉を教える姿勢を持った日本語の先生は不可能なことをやってるわけです。ですから日本語を教えるとは言葉を教えることではないということは頭の中にまず入れる。では何を教えるのかということです。自分が展開しやすい高さ、すなわち目線の高さが少し高い、目線の高さでやる。で、感覚は等感覚。どっちがいいと思う？はい。こっちがいいと思う人手挙げて、皆さんも。おお、分かった分かった。もう一度質問。これは何ですか？答え一緒に。さいふです。一番最初ということでね、ここは精神的にもものすごく負担のかかる場所ですよね。ですが、非常に堂々とした発声で声量が大きくて良かったと思います。これがとても大事なポイントでしたね。基礎教育の段階では、学習者にこう体得をさせるという段階、生まれて初めて聞く日本語の音を覚えるためにはやはり頭じゃなくて体ですよ。でそのために先生が大声で発声をする。そうすると学習者も大きな声で発声を返す。この点が良かったですね。先生の大きな声が出ていたから学習者も大きな声で返してきたという点です。ただ拍がですねちょっと伸びがちでした、これ音はあ、まだちょっと長いですね。あい、い、う、う、う、え、お、はい、そうです。その長さね、拳をキュッと握るこの瞬間的な長さで音出しを与えてください。これは伸び始めると学習者は気にするんですよ。どっちが長かったかな。そうなんですよ、ほんと。日本人だったらそんなこと考えないでしょ。それは日本人が白の観念を持っているからでしょ。こんなの全部同じというふうに誰もが思ってますよね。だけど外国人はそうは思ってないんです、ね、言語によってはその音の長さというのがねとても意味を決定するのに大事な言語だ。そういうふうに、日本人の持っている音たちの観念